原作の FF7 っていうのが非常にまあ、ファンの多いリスペクトされた IP だと思ってるので、まあ、そこをどういうふうにこう再創作してあげることがユーザーにの手元に届いた時にこう納得してもらえるんだろうっていうところはやっぱすごくこう前作の時はこう意識してるというかそこにすごい挑戦してて新曲はもともとないシーンだったりとかその辺をやっぱり新たに作るっていう意味である意味まあ自由ではあるんですけどある意味今までのオリジナル版から外れるような感じではなくこう同一に並べた時に流れがちゃんとあるように作るっていう意味でのプレッシャー的なものはあったんですけど曲そのものっていうよりかはやっぱりその絵に当ててみてゲームに入れてみてどういうふうに機能してるかっていうところをすごくやっぱり注意して作りましたね。さまざまな村や町とかあとフィールド自然ですね、そういったさまざまな要素があってこそファイナルファンタジーだと思いますので、まあ、そういうところに挑戦できるっていうのは期待感とそれから楽しみにする気持ちの方が大きかったです。前作ミッドガルというこう閉鎖的な、空間でそこを緻密に作り込んで生活感を出すというふうなところから、まあ、一見打って変わって広い世界に解放されるという、 こうフィールドなんですけれども、その今回 FF7 リバースではユーザーに対してこの FF7 の世界をこう体験してもらいたいので、やっぱりこう全てがつながっていてリアルスケールでなんか FF7 の世界ってこんなんだったんだっていうのを体験してもらうことがやっぱこのタイトルのこう一つのこう魅力というか使命だと思ってたので、なんかそこに関してはもう最初からこう折れる気はなかったというか必ず達成しようと思っていたところでした。その FF って世界をその歩いて旅するものだと思っていたので、をリメイクするならワールドマップはこうする以外ないよねっていうのはなんとなくこう感じていたし、一作目の頃からなんとなくそこにはやっぱりうろうろしてもらうための要素っていうのは必要だとは思うんで、まあそういう今回探求の要素が多々そこに含まれたっていう。私自身も思ってる以上によりその探索要素っていうのは非常にたくさんギュッと詰め込まれていて、いわゆるクエストやもしくはこうある種こう谷をどんどん辿っていくと実は発見しづらいこうルートがあって、そこの奥にはしっかりとしたこう遺跡があったとか、そういう探索の楽しみっていうのがその想像以上に詰まってるので、そこに関しては非常にこう僕自身も意外だというか、僕自身が思ってたよりも開発チームが非常にそのワールドマップを魅力的にこう飽きのこない非常に楽しさが詰まったものにしてくれたっていうふうには思ってます。今作ってメインストーリーだけでも40時間を普通に超えるぐらい の多分普通でプレイすると超えちゃうと思うんですよね。40を超えるプレイボリュームがありながらもサイドコンテンツが多分それの倍近くあるので、そのある意味普通にこう隅々までこうやってプレイヤーっていうのはもう100時間普通に超えちゃうんですよ。プレイ体験が、まあもう20年以上前の作品ですけど、当時プレイした人がやっぱり印象残ってるっていうのは非常にミニゲームがたくさんあるっていうところだと思うんですよね。特にゴールドフォースというロケーションは非常に大人気で、オリジナルの時はオリジナルの時でこう最先端のアミューズメントパークとして描かれましたけれども、今作は今作の時代として、一番最先端に思わせるような、テーマパークを作ろうということで、ちょっと時代が変わってますので、今の時代だったら、同じものを表現する時にどんなテクノロジーになるのかなとか、どんな楽しませ方をするのかなっていうところを考えると若干こう変わってくる部分もあって、そうですね、やっぱり原作の曲のイメージが皆さんも強いと思うので大きく変更することはないようになってますね。ただ鳴らし方とかね、はい、結構工夫してて、やっぱまあちょっとサウンドのねシステム設計になっていくんですけど、メインの曲は普通に鳴らしてるんじゃなくて、結構 3D オーディオを意識してて、
上に配置してるんですよ、天井から。なので上から聞こえるようになって、全域聞こえるような形で、で距離離れるとちょっとこうフィルターかかってこもってる感じになったりとか、そういう仕組みを入れて、こう何でしょう、箱庭感をこう演出してます。ライティングであのゴールドソーサー作る上で表現したかったのは、原作でも多少感じられる部分はあったと思うんですけど、まあ、エントランスあたりのちょっと寂しい雰囲気だったりとか、まあ、そこから中に入った時の賑やかな感じとか、まあ、そういった部分をライティングで表現できたかなと思っています。まあ、ゴールドソーサーはおそらくこう、まあ、ユーザーが一番楽しみにしてくれるんだろうなというところで、やっぱデザインを最初に起こす時は、まあ、すごくおそらく一番悩んだところではあります。訪れると多かったですからね、うん、確かに自分もやってた時、もうずっとゴールドソーサーいたんで、でミニゲームやってたんで、ずっと耳に残ってるんですよね、あの曲ね、うん、あとやっぱりメロディーもワンキャッチーなところがあるので、うん、それで皆さんの心に残ってるんじゃないですかね。確かに。で今回はゴールドソーサーだけではなくて、それこそあのワールドマップやいろんなところにミニゲームがその散らばっていて、で中にはその原作にはなかったそのゲーム全編通して遊べるような、そのいろんなロケーションで遊べるようなカードゲームとか戦略ゲームとかもいろいろありますので、そういう意味ではすごく原作よりも数が多くて作り込まれているミニゲーム、それぞれがこう独立してこうリリースしてもいいぐらいのミニゲームが実装されているので、非常に盛りだくさんな作品になってますね。ウルヘイムに関しても、まずはその土地の成り立ち、歴史というものを、まあ、オリジナルを見た時に本当に山の形とか特徴的なんですけども、それがどうやってその形になったのかとか、まあ、そういった考察を最初にしました。まあ、デザインにおいてやっぱ気をつけるところは、やっぱ寂しい街なんですよね。やっぱ寂しいので、その、まあ、全体的な色のトーンとか、まあ、そういうところはやっぱちょっとこう気を使って調整していきました。ライティングでニブルヘムで満足している部分としては、ロケ全体を通じての、まあ、少し陰鬱とした感じっていうか、ちょっと怖いイメージが裏に隠れているっていうのをライティングで表現できた部分はあるかなとは思っています。まあ、それはニブルヘム村から神羅屋敷、あとニブル山も含めて、ちょっと他とは違う、明るいけどちょっと色味がくすんでいるというか、まあ、そういう空気感を表現できたかなと思っています。神羅の開発の影響がニブルヘムは大きいので、もうそのあたりをオリジナルよりも一目で分かるようなデザイン、生活感も見えるような形で、デザインに入れていったというところで、神羅の関係性というのをもっと深く表現できていると思います。そうですね、ニブルの曲、やっぱりその悲しげな、ね、曲はすごく心に残りますよね。始まりの場所的なね、はい、とこありますからね。やっぱ僕もやっぱ当時プレイしててね、やっぱ印象的なとこだったんで、やっぱり今回その不安な心のメロディーはやっぱり他の場所でも使ったりとかしつつ、やはり印象的なメロディーが皆さんの心に残っているのと、あとやっぱり印象的なシーンでかかってたのもあるかもしれないですね。はい、ロケーションって意味では、そのまあビジュアルも含めてなんですけども、原作でもコスモンキャニオンっていうのがやっぱり好きだったので、なんだろうな、そのちょっとグランドキャニオンのような形でこうそびえ立ったところに天文台のようなこう建物があって、まあそこでこうこの星の仕組み、星の仕組みをこう研究しているっていう設定の中、そのロケーションとその設定が相まって非常に好きなロケーションだったんですけども、それが今作でもしっかりとコスモエリアとして再現されているので、非常にすごく広い空間でプレイした人は、まあ、当然ですけどやっぱりみんな覚えてて、その印象深い代表的なロケーションだと思うんで、まあ、そこは崩さずにやっぱ新しいこうテイストというか要素は今作なりにこう散りばめているっていう感じですか。オリジナルのイメージを、まあ、そのまま
再現する上で、気をつけたのは、ライティングとしては、今回新しくディティールを追加した部分とかあるんですけど、そのロケが持つ雰囲気は、壊さないように、まず作業を始める前にそのロケがどういった特徴を持っているかっていうのを洗い出してから作業してみました。例えばコスモキャニオンであったりすると、美しい夕日がすごい特徴的なロケであったので、そこを専用の夕日のマップを作って、その夕日の美しさをどう表現するかとか、そういった大きいイメージとしての印象は損なわないように各ロケでしていました。アプローチに関してはやっぱ特徴的にあったのが、メインメニューを開いた時にキャラクターが立ってるっていうところです。あれって一応時間帯も考慮してて、昼間開くと昼までだし、夕方の時と夜の時とっていうところで、そのロケーションのおおよその時間帯に合わせたグラフィックに対応してると思います。してあります。やっぱメニューを開いた時にそのゲームをやってる没入感っていうのが、なるべく失われたくないっていうのがやっぱあるんですよね。やっぱりコスモキャニオンの街だったりとか、その辺のストーリーのところは原作準拠で、やってる感じですね。はい、ユーザー の, 方々もそこはその原作のイメージが強いと思うので、その後ダンジョンに入ってからは結構その今回オリジナルの要素の楽曲が増えております。コスモキャニオン主要メンバー の, レッドサーティーンの国境ですので、そこにまつわる逸話がたくさん入ってくると。でレッドサーティーン の, ご先祖様たちの歴史もあるというところで、そこ の, 語られない部分 の, その歴史をどう感じさせるかというところで、ちょっとしたただの岩肌ではなくて、昔の壁画が彫ってあるですとか、そういうところもこだわりを持って作りました。その中で自分が一番好きなのは、正直どのロケも遊びの手触りを変えてるんで、どれも好きなんですけど、その中でも一個挙げるとしたら、私はジュノンエリアが結構お気に入りではあります。で私はなんかパレードの方を担当していて、パレードでどういう演出をしたいかっていうところが、すごく手探りな状態になっていて、要は銃を持って何か演技をさせるっていうことをやらせてるんですけど、日本でも、ごく一部自衛隊の方でそういうようなことをやってるところがあって、でそこをちょっとリスペクトさせていただいて今回の形に収めてます。今回回る場所ってどこもかなりインパクトが強いというか個性が強いので、どれも面白いんですよね。それぞれに違った遊びが楽しみ方がある場所なんですけど、ストーリーの方がやっぱり感情で言ったら喜怒哀楽全てが入ってて、サウンド音楽っていうのはそこをやっぱり補完するようなポジションだと思ってて、もちろんそのミニゲームとかそう一個一個孤立したものがあるんですけど、そこ全部含めて僕らはやっぱりいいものにしたいっていうのでやっぱ日々作ってるところがあるんで、ワールドマップというどこから探索してもいいし、すごくどこ行っても発見があるし、どこ行っても非常に楽しいサブクエストがあるし、どこ行ってもミニゲームがあるしっていう、そういうどっちかというと今まではそこが相反するものですね、遊び方としては相反するもの、どこ行ってもいいよっていう部分と、よりがっつりとメインストーリー楽しむっていう部分が相反する部分が、すごくいいバランスで同居してるというか融合してるっていう部分は今までない遊んだ時の感覚ですね。遊んだ感覚が今までない感覚であるので、そこが一番今作では自信を持てるんじゃないかなと思います。